小池劇場の続きに行きますね、ミス。あれ？あの在宅せ中心としたクリニックをしております。私はですね、父をあの大学の3年の時に癌で亡くしております。私もあの癌患者の家族という立場で、そうですね、うちの父は最初あのもう元々がかなりのヘビースモーカーで、ヘビードリンカーだったので、ありがとうございます。はい、貴重なお話ありがとうございます。小さなテーブル、それは一人で、時には本当に孤独に頑張ったこと、患者の儚さの象徴。白いテーブルクロス、それは命を懸けた戦いを支える医師、看護師、研究者たちの象徴。花瓶に刺した一輪のバラ、それは家族や友人の揺るぎない愛と、がんと戦う患者たちの強い意志の象徴。一切れのレモンが乗った皿、それは命に関わる病との苦しい戦いの象徴。花瓶に巻かれたリボン、これは乳がんだけでなく、すべてのがんに対する治療を求めて、たゆまず尽力する何百万の人々の懐の上につけられるリボン。散りばめた塩が見えるでしょうか。それは数えきれない患者たちが流す苦しみの涙の象徴。そして愛する人を失った家族や友人たちの。あ、熊本の方は何年ぐらい？7年。8年の方は。じゃあ